皆さんおはようございます。英語教会の小林です。明日月曜日はユダヤの祝日で、ヨムキプルと、言われる日ですけれども、このヨムキプル、実は旧約聖書に出てきます。レビ記23章、27節からお読みいたします。レビ記23章、27節。特にこの第7の月の10日は、なだめの日であり、あなた方のために聖なる会合を開く。あなた方は自らを戒め、食物の捧げ物を主に捧げなければならない。その日のうちはいかなる仕事もしてはならない。その日がなだめの日であり、あなた方の神、主の前であなた方のためになだめがなされるからである。なだめの日とありますけれども、今日これは贖罪の日とも言われています。すなわち、罪を贖うことなんですけれども、私たちにとって、イエス様が罪を、贖ってくださいました。そういった意味で、私たちは、ここに書かれているように、毎年、祝日をもって、贖いをする必要はないわけです。ただ、これを通して、私たちは、イエスがどのような、形で私たちの罪を贖ってくださったか。十字架にかかって私たちの罪を取り除いてくださった。これを思い出すことは非常に大切なのではないでしょうか。このヨムキプルに、の前に、10日前にもう一つユダヤの祝日がありました。ロシュ・ハシャナという、祝日なんですけども、このロシュ・ハシャナと、そしてこのヨムキプルのこの10日間、この間、悔い改めの日々だというふうに言われています。今日はそういった意味で、この悔い改めっていうことについてちょっと話したいと思います。悔い改めっていうのは、ただ単に、日本語で言えば、悔いてると言うかもしれませんけれども、ごめんなさいとか、間違ってしまったって、それだけではないわけなんです。聖書的に言う悔い改めというのは、実は神に戻るという意味があります。また、私たちの心を変えるというふうな意味があります。というと、この聖書的に言う悔い改めっていうのは、実は神に戻って、神の下にあって、神の考え方、神のやり方、神の真理に私たちの人生というものを戻していく。そういう意味が、この悔い改めというふうに解釈することができます。ですから、そういった意味では、ただ単に、罪を悔い改め、すなわち、神様、間違ったことをしました、ごめんなさいって終わってしまってはいけないわけなんですね。悔い改めるということは、例えば罪を犯した場合、本当にこれが神様の真理と間違ったものなんだ、神様のやり方とは全然違ったことなんだ、ということを気づいた上で、それと違った方向に、自分の人生を持っていく。考え方を変える。見方を変える。行動を変える。それが悔い改めの意味だと思います。そして、もう一つ、これは新約聖書の、最後の本、黙示録に書いてあることなんですけれども、黙示録で、実は、イエス様が、エペソにある教会にこのような言葉を残しています。これはヨハネの黙示録の2章に出てくることなんですけども、あなた、すなわちエピソードの教会の人たち、あなたには責めるべきことがある。神様がこういうふうにおっしゃっておられます。あなたは初めの愛から離れてしまった。初めの愛から離れてしまった。だから、どこから落ちたのかを思い起こして、悔い改めなさい。あなたは初めの愛から離れてしまった。だから、どこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めなさい。そして、初めの行いをしなさいというふうな教訓があります。今日、皆さんに考えていただきたいのは、この悔い改めに関して、自分は初めの愛から離れてしまったのではないかということをちょっと考えていただきたいと思います。
無論、あまり、自分のことばっかり考えるのも、よくありませんけども、この場合は、ただ単に、祈りを持って神様に聞いていただきたいと思います。神様、私はあなたから、あなたへのこの初めの、愛から離れてしまっていますか？そして精霊の言葉を、精霊の声を待ってください。そしてもし精霊がそのように示すなら、私たちは、それを悔い改めて、初めの行いをする必要があると思います。皆さんも、クリスチャンになった初めの頃を思い起こしてください。それが、ここで言う初めの、神様への愛ではないでしょうか。それから離れてしまっているのではないかという、この、黙示録の、イエス様の言葉を、心にしたいと思います。それはなぜかというと、イエス様を愛する。この私たちの毎日のクリスチャンの信仰生活が、神様への、イエスへの愛を、基盤とした、土台としたものでなければ、ある意味では、この信仰生活、意味がありません。そういった意味で、私たちが神様への、この最初の初めの愛というものをいつも燃やしていることが非常に大切なことです。ですから、それを心にして、神様、どうかそういうふうな愛から離れていますか？っていうふうな質問を、まあ、今日、明日、このヨムキプルを、機会にして、尋ねていっていただきたいと思います。そして、もし、離れてしまっているなら、悔い改めなさい。すなわち、神様に戻りなさい。神様をもう一回、フレッシュに愛することができるように、精霊に頼んでください。そして、神様を中心とした、神様に、頼る、そういうふうな生活態度、それが実はこの初めの行いではなかったのではないでしょうか。それもちょっと、自分の、過去を振り返って考えていただきたいと思います。この悔い改めの日々、ヨムキプル、神様が、イエスを通してもうすでに贖いをしてくださったので、私たちは、神様の愛を知ることができ、そして神様にその愛を返すことができる。それを思い起こさせるこの時期。皆さん、あなたの初めの愛は、まだ強く燃えていますか？お祈りいたしましょう。天のお父様、この、時を感謝いたします。悔い改めの日々と言われているこの時期。もう一回私たちの自分の心を、自分の生活を、見直したいと思います。今でも初めから持っていたあなたへの愛で燃えることを望みます。もしその火が消えかかっているのならば、どうかそれを、示してください。そしてあなたに戻り、そのあなたへの初めの愛に戻ることができるように、リードしてください。感謝して、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、また来週。